私のヒールサークルの中で戦えば有利ですわ。エルザ、気をつけろ。まともにやれない。なるほど、あの柱、天井を一本だけで支えているようだな。ジャッカル、あの柱を魔法で攻撃してくれ。オッケー、任せときな。モタモタしてると新手が来るぞ。生きていたか、刈り上げ一味。卑怯な手ばかり。堂々と降りてきたらどうだ。卑怯、賢いと言ってくれよ、刈り上げ君。この世は常にここを使った者が勝つのさ。まあ、お前のように剣を振ることしか能のない人間は一生傭兵でもやって地べたに這いつくばっているがいい。てめえ、言わせておけばそう熱くなるなよ。こいつと遊んで頭を切る。ここまで
ぜこいつ。驚きましたよね。扉に挟まりやがった。今がチャンスだ。エルザ、ヤツを切るぞ。こいつ、鎧で覆われて。さあ、一旦回避だ。しろ、トラ。ま、待て、金か。金ならやる。命だけは助けてくれ。今さら命がいか。いいぜ、俺様にひざまずいて靴を舐めな。話はそれからだ。まあどの道、明日の朝日は拝めんがな。悪い人にはお仕置きですわ。マナミアに免じて命は助けてやる。だが次はないぜ。どこだ。あ、やったね。無事薬を手に入れたエルザたち。病に苦しむワック、そして看病を続けるアリエルが待つ酒場へと一行は駆け戻った。は
これで大丈夫。この薬を毎日飲み続ければすぐに良くなるはずですわ。ありがとうございます。本当に、なんてお礼を言ったらいいか。僕、頑張ってエルザお兄ちゃんみたいな傭兵になるからね。問題なし。ちゃんと解決したよ。そいつはご苦労ご苦労。あ、そうそう、アルちゃんにはきちんとお前のことを話しておいたよ。俺のこと？ああ、お前が女を落とすときはいつもこうして酒場に連れ込んで酔わせてるって。今日は違うよ。アルが衛兵に追われてたから仕方なく。ん？今日は？いや、違う。まだまだ青いね。まさか本当にエルザが覗きとはね。ま、それだけアルに惚れちゃったのかな。それとも、あたし？何言ってんだよセイレン、悪かったよ。セイレンとすっかり話し込んじゃった。旅するお仕事っていろいろあるのね。いろいろって？セイレン何を？知りたいか？教えてあげないけどね。わ、ったく。そろそろ家に帰った方がいい。送ってくよ。うん、そうだね。どうかしたのか？あの、最後にどうしても言っておきたい場所があるの。だけど、もうこんな時間だし。わかってる。でも、大切な思い出の場所なの。家を抜け出すなんてもうできないかもしれない。だから、どうしても言っておきたいの。お願い、エルザ。